こんにちは、なおきです。今日はね、またね、私の大好きなマクドナルドに来ましたと思わせておきながら、今日はね、先日もね、トーレンスのアルテージア通りにラスカルっていう日系の方がね、作った照り焼きのお店があるよっていうのをお話をして、その後に実はここのトーレンス通りっていう、もうここね、このトーレンス通りをね、西にね15分間、まあ人の足によりけれどもね、15分か20分でもうレドンドビーチこのまま行っちゃうんだよね。で、レドンドビーチのね、トーレンス通りからの行き方は、以前車でも動画撮ってるし、ね、CA さんがね、日系の全日空の CA さんが、まあここら辺の通りっていうかね、歩いてたんで、実際私も歩いてみたら、結構、お店が多かった。で、ここの、モールみたいなのにシェイキーズも入ってるし、サブウェイも入ってるし、そのラスカルっていうところも入ってて、ここ壁だけどもさ、もう別に歩いて行けるからね。で、マクドナルドがあってラスカルがあるって感じなので、まあ個人的にはこのラスカルって一番個人的にはいいのは、デラックスの牛テリヤキ弁当の方がいいのかなっていう。で、デラックスじゃないとじゃあどうなんのって分かったのは、前パッケージ開けた時に空間があったじゃない。あそこに多分野菜が入るんでね。で、それがデラックスになると、野菜がすげえてんこ盛りになるっていう状態。まあ、とりあえずね、ここは私初めて入るんで入ってみましょうね。じゃあね、私が前頼んだのと同じくの、これだね。牛のデラックス。お店はね、ハロウィン近くだから、なんか骸骨いうのがいっぱい並んでるね。で、お店の方はやや若干前のね、アルテージア通りよりは小さいけれども、まあ、それなりにっていうか結構広い。で、レドンドビーチの近くになるんで、もう人種的には白人が多いかなって感じだよね。お店の全体像こんな感じ。はい、こんな感じだね。で、中にこの巨大なね、巨大なサラダ、前お見せしたね、巨大なサラダが入ってて、あとはこの巨大な照り焼きビーフ。ふと思ったんだけども、アルテージアよりもこっちのレドンドビーチの方のラスカルの方が肉の量多いんじゃねえのかな。いや、かなり多いな、間違いじゃないな、うん。で、ここには本来ね、デラックスじゃないやつは多分サラダが入るんだろうね。私はデラックス頼んだんだけど、にしてもいずれにせよね、アルテージア通りのビーフよりはかなり量多いんじゃないかな。で、大きさね、どれくらいかっていうと、大きさどれくらいかっていうと、これね、クレジットカードと同じ大きさね。かといって時期とかね、そういうのが書いてるの、クレジットカードじゃないかな、これ。大学の、大学、学生証？学生証だよね。だから学生証と同じクレジットカードの大きさのものが、こんな感じで、なんだろうね、こう、これくらいの大きさみたいな。だから量としてはかなり多いって思ってもらった方がいいかな。もちろんここのね、外枠の部分もね、量入ってるからね、かなり大きいのよ。で、これで、10ドルくらいだから1000円くらいだね。はい、そういうわけでね、ラスカル買いましたと。で、シェイキーズってどうなってんだろうね。ちょっと中が光の反射で見えないけど、見るからにシェイキーズ。はい、そういうわけでね、以前話したね、ラスカル、このトーレンス通りっていうところにもあるので、ロスに住んでる人もね、どうやら2点あるの私知らなかったんで、本当に。そもそもラスカル自体の存在もね、10年以上住んでるのに知らなかったからね、ありゃ参ったみたいな感じなんだけども、まあ、いずれにせよ2店舗あって、1店舗はアルテージア通りと、あとこのレドンドビーチ側の、トーレンスのレドンドビーチ側ね。で、もうほら、今夕日が見えてるけども、こっからだと徒歩で10分、徒歩でだいたい15分から20分でレドンドビーチ行けるし、あとはね、客層としてはね、まあレドンドビーチ側っていうこともあって、白人のね、お客さんがすごい多いかなって感じはするんだけども、
まあ日本のね照り焼きっていうのがねまず広まったっていうことで、これはこれですごい日本の文化的には嬉しいことなんじゃないのかなと思います。それでは、ね、本日の動画はこれで終わりにします。このトーレンスブルーバード、トーレンス通りのラスカルからでした。おやすみなさい。